それではですね、翼ナス頑張りたいと思います。できなくてフェチェルシーを先に配ったんですけどね、実はそれ賞味期限切れるんで早く食べてください。今月中ですよ。
あの、アメちゃん担当なんでね。あ、そうそう、アメちゃん担当、だからチェルシー安かったらすぐ買うっていう人です。チェルシーバイヤー。これどこやったっけ、チェルシーは。明治だっけ。僕明治にさ、あのチェルシーくれへんかなって交渉してみてんけどさ、やっぱりダメやったわ。ライブでやってるんですけど、 YouTube 見てくださいみたいな。いや、それはちょっとって言われてね、残念ながらチェルシーは自腹です。はい、私が買ってます。では2曲目いきます。全員ね、韓国と。
ありがとう。誰が来てくれたん？可愛いって。あ、のんちゃん、ありがとう。なんかさっきメンバーからは、なんか小学校の入学式のお母さんって言われてる。っていうこの衣装、新衣装なんですよね。新しい出すんですよね、この衣装。いやいやいや、誰も反応ないです。じゃあほんでね、さっきね、なんか中崎チョコレートの時に、まあ、ミユが言って言い忘れたんかな。あのね、実はこの前で見てくれてる方がね、私とミユが某通貨本関西で働いてるって言ってた。通貨本やって今はね、通貨本関西で2人働いてる時に上司やったんです。今日15年ぶりぐらいに再会して、20年ぶりぐらいに再会しまして、で今日ね、地元なんで見に来てくれたんです。ありがとうございます。何の拍手ないの？来たっていう拍手？来てくれたでーの拍手。で、今の職場の人も来てくれてて、あ、奈良から来てくれて、だから何の拍手やねん。じゃあ、ね、次行きますわ。風の中、恋に落ちた青の
ザキオカ君、はい、ごめん、こっちちょっと下げたからそっち下げて、いっぱいやったよ。ねえ、ゆずいちゃん、ゆずいちゃん、すごいじゃん。いやいや、それではね、最後ちょっとまともになった、まともになった。あ、なんかやってる間、今日ね、これもうちょっとちょうだい。スバサナス初のフライヤーなんですけど、あのパーカッションの三井さんが作ってくれたんですけど、あ、皆さんもらってますかね、もらってますかね。なんか誰も何も言ってくれへん。ちょっと浜さんが何かやってるから全員そっちにも集中して全然聞いてくれへんよ。ごめんごめん。もらったもらってもらわへんってどういうこっちゃ。あのね、2週間に1回やるんですよ、12月年末まで。で、先ほどね、秀直さんでも宣伝してもらったんですけど、まず11月14日、再来週にまたここ高槻ナッシュビルさんで、で今度レイトショーさんとか初恋ブレイクさんと、あとどこ青春さんとかと一緒にやりますので、今回はちょっとカバー曲ばっかりでやったんですけど、次回は半々、オリジナルもうちやってるんで、オリジナルとカバーと半々でやるんで、もしよかったら遊びに来てください。で、11月29日がですね、先ほども言いました、あのヒデワンのケーキさんがギターで入ってくれる、まああんまりないと思うんで、よかったらサビコまで来てください。で、12月19日ヒデキさんのネコちゃんキーさん主催のライブに出ます。で、12月30日は忘年会出ます。はい、以上で最後の曲です。初夏リンリンです。レビューをお願いします。コーラスアヤヤンです。そしてスバサナスのメインボーカルスーパーボーカリストチョーコさん、ありがとうございます。
大きい